このページから光の屈折に関する作図問題をいくつか見ていきます。この長方形はガラス板だと思ってください。周りは空気です。空気から進んだ光がこのガラス板が2つありますね。どう通っていくのか、それを作図してみましょう。肝心なのは水やガラスを下にしてまっすぐ進まないで少し落ちる。水やガラスが下じゃなかったら下にしてしまいましょう。問題用紙をこうひっくり返してください。空気中からガラスに入ります。まっすぐ進みません。まっすぐ進まないで少し落ちる。こんなもんでいいかな。こう進みますね。その後こう空気中に出てきますが、またこれ、水やガラスを下にしましょう。水やガラスを下にしてまっすぐ進まないで少し落ちる。で、少し落ちるのですが、これね、そこまで教科書に載ってないけど、学長とかでは求められます。元のこれと平行になるように書いてください。まあ大雑把でいいです。実際これとこれ平行になります。でまたガラスに入ってきます。ここもガラスを下にしましょう。水はガラスを下にして、まっすぐ進まないで少し落ちる。これもこいつとこいつ平行になるように作図してください。入試とかだったらこうマス目とか与えられて、それを作図するように求められた問題もありました。最後またこれ、水やガラスを下にしてこっち下にして、こうまっすぐ進まないで少し落ちる。これらと平行になるようにしてください。マス目があったら正確に平行になるように。ちょっとこれずれちゃったけどね。でもね、続けてこっちやってみましょう。もう自分でできると思うんで、やってみてから後で答え合わせしてみてもいいです。まっすぐ進まないで少し落ちる。まあひっくり返さなくても分かるけど、こっちの方が早いからね。でまた空気中に進みますが、こうまっすぐ進まないで少し落ちる。少し落ちるけど、これと平行になるように。これ矢印の位置だけね、それほどこっち真ん中にしたし、ここにしたけど、それほど気にしなくていいんで。で次はこう水やガラスを下にしてね、ここの下だよね、下にしてまっすぐ進まないで少し落ちる。これと平行になるように。最後にまた空気中に出ていきますが、まっすぐ進まないで少し落ちる。これらと平行になるように。これで完成です。